イオンモール土浦は茨城県土浦市に立地し、イオンモール株式会社が運営するモール型ショッピングセンターである。イオン土浦店と専門店から構成される。2009年5月28日開業。2011年11月20日までは、イオン土浦ショッピングセンターの名称で営業していた。3階建てで環境に配慮した技術や仕組みを採用したイオンのエコストア。 ソーラーパネルの設置や LED 照明など、省エネルギー技術の導入や、100%リサイクル可能なタイルカーペットをはじめ、再生プラスチック車止めなどへの再生材の利用、壁面緑化など、CO2 排出量削減や、省エネルギーの実現に向け取り組んでいるとしている。出店テナント前店の一覧、詳細情報は公式サイト、フロアマップを、 営業時間及び ATM を設置する金融機関の詳細は公式サイトモールガイドを参照。面積4モール土浦では土浦再発見コーナーを設置し土浦の魅力を発信したり、イオンの農産物売り場で JA 土浦の商品を取り扱うなど地域密着型の店舗を目指している。毎年10月第1土曜日に開催される土浦全国花火競技大会の打ち上げ場所に 隣接しており、花火大会開催日における危険防止他のための立ち入り禁止区域に建設されたために、店舗駐車場への無断駐車なども考慮した結果、当日は休業し完全閉鎖する。店内発着、編集バス停、JR バス関東の路線バス開業と同時に、JR バス関東が独占的に乗り入れ開始。停留所名は、店名と同じ。この時、 土浦市内のバスでは初めてスイカが導入され IC 割引運賃や店側のポイントが付くサービスが実施された土浦駅方面は土休日の便数が多く若年層を中心に土浦市街地から顧客を吸い上げている一方開業当初あった江戸先直通は早々に取りやめられ筑波駅方面は極限にまで削減されているなお店の休業日には 全面運休となる。付近バス停発着、編集店舗付近に、下手勝小学校かバス停があり、筑波駅方面からの足を担う。この路線は、開業前から存在するも便数が少なかったため、アクセス路線としてはほとんど用をなさなかったが、2019年4月から、筑波市路線バス増便実証実験事業により1日、8往復にまで増加し、事実上アクセス路線に、 仲間入りした。トウモールは国道6号土浦バイパス、茨城県道123号土浦万道線、土浦学園線に近接する、常磐自動車道、桜土浦インターチェンジから約10分、土浦北インターチェンジから約15分、1 0トル圏内に大規模複合型ショッピングセンターがトウモール含めて5カ所も立地しており、この地域は オーバーストアであるとの指摘がある。さらにその外周にはアミプレミアムアウトレット、イオンモール下妻等が控えるほか、SC テナントとも競合することがある、ロードサイドの専門店やレジャー施設も比較的多い。そのため県内では2013年3月に、トーモールと同一経営のイオンモール筑波が開業した一方で2013年2月に、伊東洋華堂土浦店が撤退。 土浦駅ビルでさえ商業施設から脱却せざるを得ないほど競争が激しい。ありがとうございます。